なんかものすごいサウンドを手軽にパッと作れる。で、曲作り気分がすぐ味わえる。なんかできた感がある。みたいなのが、カオシレーターの、まあ、狙いというかコンセプトというか、カオシレーターでやりたかったものなんですけど、こう、使いやすさの面で、やっぱりこう、不利な部分ってやっぱあったので、そういうのをこうすごい見やすいディスプレイにしたり、ポケットに入りやすいちっちゃいサイズにしたり、電池も2本で動くようにしたりとかですね、まあ4本だったんですけど、この気軽さっていう部分をすごい頑張ったんですよ。ここを押してパッドを触れば、もうどん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 重ねれちゃう。で、これはもうカオシレーターも同じだったんですけど、ここから一歩みんなに参加してほしいっていうのが、カオシレーター2の僕の思いというか一番やりたかったことで、内蔵スピーカーつけましたんで、こういう風にちょっとマイクに使ってます。こういう感じ。ちょっと なんか喋ってもらってもいいですか、こっちに向かって。わーって。もうちょい大きな声で。もうちょい大きな声で。あ、はい。はい。まあこんな感じで、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 で曲のトラックに合わせて、まあこんな感じで、まあこんな感じで、まあこんな感じで、こんな感じで、まあ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 こんな感じで、ダブステップな感じで、な感じで、まあこんな感じで、まあな感じで、まあこんな感じで。こんな感じで、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 こんな感じですね。曲作りにこう少しですね、で誰か僕がトラック作りました、ほらすごいでしょ、これちょっと聞いてよ、でここに何か喋ってよ、例えば声入れてよ、ラップ入れてよ、ギター弾いてよとか、こういう形で少し参加できると面白いんじゃないかなと思って、そういう機能をつけてます。で、本体に SD カードありますので、この作った全部のパフォーマンスっていうのはそのまま録音できるようになってるんですよ。で、作ったループももちろんですけど、ずっとこうやってきた今までのプロセスも全部そのまま録音できるようになってて、で、ウェブにアップするとかして、よりみんなにこう聞いてもらえる、いろんな人にこのカオシレーターの楽しさっていうのを伝えれるようになるといいかなと思って、そういうような工夫をしてます。カオシレーターよりもカオシレーター2の方が新鮮人をめちゃくちゃパワーアップしてて、この前に出したカオシレータープロの音源であるとか、それ以外のものもいっぱい入れてあるので、ものすごく良くなってます。ちょっと続いて太田さんの方にですね、そのサウンド面と、まあレコーダー周りのところをもう少し説明していただけたらなと思います。なんてマルチタッチでというか、まあ、同時に今のサウンドになるような、これもまあ前のカオシレーターにもなかったような、ね、そうですね、ちょっとパッドの方式を変えまして、前って抵抗膜っていう、こう強さを感知してオンオフするようになっちゃったんですけど、今度、静電容量っていうですね、まあ、電位で見るみたいな、電気的に見る方式に変えたので、こう軽く押しても鳴るようになったんですね。でそれって iPhone とか iPad と同じ方式なので、マルチタッチできるようになったんですよ。ですので、聞こえます。だこれで、こんな感じでできたりとかです。これがちょっと演奏性が地味に上がってる部分ですね。パワーアップしたところは、今言ったのサウンド面が150個になって、音色が強化された。ドラムがしっかり、PCM になったんでリアルな音がする。で、あと、ここにですね、1、2って書いてあるのは、ループレコーダー。カオシレーターの、まあ、根幹である、重ね取りできる部分なんですけれども、これがもともと1個だったんですけど、それが2個になったんですね。で、これによって、例えばまず1個にドラムを入れて、でこうなんかですね、だんだん作っていって、一回音を抜いて、前のカオシレーターってこれ1個しかなかったんで、ずーっと積み重ねるしかなかったんですけれど、それが2個あることによって抜き差し、なんかダンスミュージックでよくある展開を作れるようになったんです。でさらにですね、これカオシレーター1にも、カオシレータープロにも、アルペジエーターがついてたんですけれども、ちょっとそれが新しくなりまして、
ました。ここをオンにしてパッドを触るだけでこういう風にですね、勝手に弾いてくれるんですよ。ビートコアがタイミングをこうトリガーしてくれるんですよ。でここにですね、スイングかけたりとか、このパターンで一個ずつこうこうてっ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 ていうこのてっての長さを変えたりとかですね、短くしたりすごい長くしたりとか。でこれを使うとですね、まあ、こういうフレーズってすごい弾きづらいと思うんですけど、それをですね、まあ、こんなような感じで弾いて重ねてみたりとかですね、できるようになって、こうよりいろんな演奏表現ができるようになってます。僕もすごい、カオシレーター1というかすごい練習して結構僕も上手いんですけど結構上手いです。でも太田さんの方がめちゃくちゃ上手いです。やめてくれそうよじゃあちょっと太田さんお願いします。まあ、どんどんこれで半端にリズムにね、聞かれてきてくれないと。味噌というかポイントはやっぱりこう2個のループレコーディングがオーディオで録音できるようになってるんですよ。だからそのさっきやったみたいに後から消すときになんか DAW でこうリージョンをちょっと切ったような感じ、サンプラーで部分的に音を消したような感じで、でこれでまたちょっと消してみて、これでなんかちょっとかっこいいリフみたいなのができたら、この上にドラムを乗せるとこんなふうな感じで、これなんかちょっとですね、よく言われるんですよ、アイカオシレーターと何が違うんですかってよく言われるんですけど、アイカオシレーターってのは PCM、 あ、ごめんなさい、シーケンサーベースなんで、こういうふうにですね部分的に消すっていうようなことってできないんですね。であれはもっとなんかミディで曲を作ってるような感覚に近いんですけど、これはなんかもう少しですねオーディオの切り張りで作ってる感じに近いというか、なんて言ったらいいんでしょうね、この制作の感覚の違いっていうのがこう結構違うところで、これによって例えばそのさっきの声やるにしても、あーあーあ
これもこうちょっとしてみたりとかして、すげえ自分の声って難しいですよ。これどんどんなんかこうですね、何に近いんですか、油絵じゃないな、なんか落書きに近いというか、こうなんかちょっと書いてみて、消してみて、また足して、また適当に書いてっていうのを延々に繰り返していくだけで、こうなんか曲、かっこいいループっていうか、普通にシンセだけで作っただけじゃできないような複雑なかっこいいループっていうのができるっていうのが、やっぱりポイントなんじゃないかなというふうに思います。